Welcome to Gun Morning. どうも、シビです。最近クイーンマスター戦いやすいなと思って使うことが多いです。そんな2017年の年の瀬でございます。早いものでございます。ドムトローペンバックが痛いのでドムトローを入れつつ、まあ、ドア次回にするとちょっとコストオーバーしてしまうので、コストオーバーはしないんですけど、ミッションユニットが2つ詰めなくなると、まあ別に詰めなくてもいいんですけど、そこまでミッションユニット効果強いわけではない。まあだけどね、一応全力で戦うぞ。一斉に攻撃だ。この調子でどんどん回収するわよ。お互いを制圧したのか。チャークですか。敵の本拠点を攻撃して、敵本拠点を攻撃だ。逃げればいいものを。機動範囲内で展開を行う。出撃する機体を選ぶがいい。展開が早いですな。指揮官から指示が届いている。敵は1に来るよね。鉄のミノフスキー粒子散布により一時的にレーダーが無効化されるぞ。自軍本拠点前が攻撃されているぞ。指揮官から指示が届いているぞ。レーダーぐらい問題じゃねえ。なんだ。おお、すごい減った。出撃する機体を選ぶが、出撃する地点を決める。指揮官から指示が届いている。高コストから使ってきます。戦略兵器の起動。ナイス、めっちゃ俺見られてる。あれ、まあ位置が悪かったかな。おお、殴り合いですね。スナイパーは滅殺する。あ、だからやばいな、こっちも。ミノフスキー粒子量減衰。いっけね。レーダーが回復したぞ。俺はニュータイプなんだってよ。指揮官から指示が届いているぞ。拠点のダッシュに成功。敵の戦艦が見つかった。ヘチラスドだ。戦略兵器の破壊に成功した。いいね。私に傷を許せん。来たか。指揮官から指示が届いている。このままではこちらが不利だ。撤退する。戦略兵器エースが撤退した。指導を破壊するが使うしかなかろう。頼もしいな。敵本拠点に接近した。攻撃する。修理を頼む。指揮官から指示が届いているぞ。修理いたします。これ補給はないよね。いい腕してんな。ちょっと慣れてきたよ。なんか割とアグレッシブにいけんのいいな。いや、てか、ひるまない効果力、相手のダウンポイントごっそり奪われて、範囲火力持ってて、ゲルベを持ってるみたいな。そりゃ、しかも結構早いみたいな。そりゃ、増えるわ。うざってもんを。拠点を占領した。
で民服持ちでしょ。で 30% あの復活すればいいからさ、復活するからさ、民服さ今までしないから消極的だったんだけど、超アグレッシブにいけんだこいつ。回収を優先させるぞ。いい腕してんな。こんなの傷のうちに入りません。自分戦略兵器が設置されて、ジャンプ力が軌道範囲まで修理などたやすい。じっとしていろ。戦略兵器指導には反省は使うしかなかろう。いい期待ですね。あ、それは仕方ない、それは天敵でっちゃ天敵です。ある種出撃する機体を選ぶ。高いのから使ってる。出撃する地点を決めるのだ。あれ早くいいよね。あれ早く欲しいわ。あ、珍しい武器使って。あ、使いづらいですよ、内装じゃないからね。ここはさすがにこうかな。先進に出撃だ。私、スタートに。スナイパー多いな。危ねえ、チェミライトやっぱり。おせっかいかもしれないが。画面揺れすぎー。敵をエースだ。あんな奴は私一人で全員が何だってんだよ。敵も撃たないで暴れるわけにはいかないんだよ。あ、襲撃しちゃったね。絶好調だね。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるのだ。ちょっと助けてくれないかな。やられるか。あつも撃たないで。やられるわけにはいかないんだよ。うざってもん。手伝っていた本当の指令室が撤退した。指揮官から指示が届いているぞ。敵軍戦力ゲージが残り 50%。 あれで死なないんですか。いるかな。いねえな。緊急帰投だ。来たな。あるか。ジジオン、ジジオン。指揮官から指示が届いているぞ。呼吸器を破壊したぞ。なんかいるな。こいつは嫌。手伝っていただけませんか。僕は止められない。このバラに近づけ、必ずや敵を沈めてみせよう。やっぱ北のチェックは早いね。何をやってるんだ。邪道だ。壊れるまで攻撃続行。敵の身のスキー重視3分の群れのバラに群れるが無効化され、我を倒す。自分戦力ゲージが残り 50%。 指揮官から指示が届いている。あれは人が行った方がいいんじゃないかな。もうパズカだけ撃って。あー危ねえ。敵本拠点に自分戦略兵器が発見された。直ちに潰せ。敵戦略兵器の破壊に成功した。
敵戦略兵器の破壊に成功した。自軍本拠点 Z が攻撃されているぞ。敵戦略兵器の機動が確認された。入ってない。己、ありがとうございます。今日は調子がいいみたい。自軍戦略兵器が設置された。ああ怖い。広範囲まで運搬を頼む。見えねえ。ガチで見えねえ。見えないよ。出撃する機体を選ぶのに、出撃する地点を決めるのだ。敵は戦力ゲージはまだ大丈夫なようだな。ちょっと助けてくれないかな。補給機を破壊したぞ。沈んでいただきました。一体何機倒せば終わるんだ。指揮官から指示が届いている。はい、回収のうちに。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるのだ。敵はどこだ。だから言うてじゃねえか、来てるって。ちょっと助けてくれないかな。あ、戻ってた。修理するよ。考えが甘いんだよ。一人でもやってみる。敵をエースだ。あんな奴は私一人で十分だ。ラッキーボール。ラッキーボール。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。消えなかった。自軍戦略兵器が設置された。機動範囲まで運搬を頼む。ナイスー。敵のミノスキーリスタート敵のカップ。まあこっちが手薄なんでこっちをチェックします。悔しいよ。敵エスキの撃破に成功した。ザコが所詮は私の敵ではない。敵軍戦力ゲージが残り 10% を切った。これで戦略兵器の破壊に成功した。あー上から来た。地下ルートってことですね。機体が動かねえ。背中に目があればよかったのにね。リリーの顔を覚え。いい調子だよ会長。会長、これ決まれば。ハイタっぽいね。破壊された。あ、ダメでした。自軍戦力ゲージが残り 30%。 命令が解除された。戦略兵器が破壊された。まあいい。自軍本拠点 X が攻撃されているぞ。指揮官から指示が届いているぞ。敵の戦艦が見つかったら落ちますのは。この拠点は俺の中心。出てこなければ倒さなくて済んだ。残念。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いているぞ。敵本拠点に接近した。攻撃する。戦略補給機を破壊した。敵補給艦を破壊した。なんか飛んでくんなと思って。ひるむと途切れてしまうのでね。まあそれは仕方ないですね。我々の力思い知ったか。どうしようか迷ったんだよね。ギャラビでいくか。あ、最初からバズコツったらギャラビがもうちょい入って、あのゼータもいけたかなとかっていう感じです。
まあいい感じだったです。はい。そんな感じでございました。いやなかなかすごい熱い戦いでしたね。攻め合い、ザ攻め合いという感じです。すごい、すごい熱い攻め合いでしたね。素晴らしいと思います。個人の評価だ。はい。そんな感じでございました。いやー、避難率高くてもビームコーティングありつつで、なんだかんだでいいんだよね。クイーンマンサー立ち回りしやすいなって感じです。まあ火力が高いっていうのもあるんで、ね、うん、射程が長いっていうのが一番かな。射程が長く火力が高い、うん、機動性もそこそこまあみたいだなという感じです。で、まあそれをサポートするですね、ドムトモちゃんもうちょいね射撃性能があるともいい点ですけどね、短式に頼り切ってるところがあるんでね、それがちょっとネックではあります、はい、それでは今回ここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。シルブでした。開封するコンテナを選ぶがいい。